花結い師高谷。髪に花を結って飾りつける彼の独創的なアートワークは人と花とを結びつけていく。世界に新しい風を吹かせる人、私たちはこう呼ぶ。世界人はグローバルワークの提供でお送りします。本当に人からちゃんと花が生まれて花が咲いているようなイメージかもしれないです。人によって同じ花でも表情が変わるし、花の種類によってまた変わってくるし、なんか永遠と終わりなく続けられるようなイメージ。花のラインであったりとか色に惹かれていた部分があって、小学生の時にバラを育てたりはしてたんですね。でそのバラのワインレッドの色が好きで、その色が好きなためにそのバラを育ててたので、やっぱりそういう色とかデザインから入ってるんだろうなっていうのは思いますね。女性の頭に花が湧き出てるような映像が頭に浮かんで、とりあえずその映像が映ったことを現実に写真として収めたいなって強く思ったのがきっかけですかね。で目線を一番初めからすごくいろんなパターンが手から勝手に湧くような感覚がしたので、これが自分が表現する方法なのかなっていうのが分かった。花結いって僕と花だけがあってもできないので、そこにモデルさんがいて、そこに服がプラスされていって、トータル的な仕上がりが、僕のやることだと思ってるので、その場の雰囲気とかモデルさんから得るエネルギーであったりとか、そういうものが作品に反映されているところはすごく大きいですね。やっぱりこう花もそのまま生きていないので、その一瞬一瞬が大切というか、本当に花を一輪置いてから始まることで、あんまり形とかも全然考えずに、本当に手が勝手に動いてるような感じがするというか、自分でもわからないんですけど、この動作をしてるだけっていう感覚なんですね。でもやっぱ自然のものには勝てないと思いますよ。僕の作品っていうのも自然のものを借りていたりとか、お庭も借景って言って自然の背景を借りるっていうこともあるので、ちょっとつながってるようなイメージもするので、なんかそういうのは、ね、京都にいる意味っていうか、自然の感性が磨かれているっていうところはすごくいいです。メッセージというか、僕の作品自体にタイトルがないんですね。つけないんですけども、なんかそれぞれが感じる感性っていうか、考えることはいらない、何かを感じることが大切っていつも思っていて、僕の作品はどうしても綺麗と思って見てもらわなくてもよくって、変やなとか汚いなとか気持ち悪いなとか、なんかそれって感性が動いたことになるので、何か感じてもらえたら。やりだしたものもファッションがもともと好きで、ただの花ではなくファッションとして見てもらいたい部分があったので、海外に目は向いてますね。何かのコレクションとか自分だけのショーみたいなものを海外で挑戦していきたいとは思っています。まだその花結い師自体に満足ができてないので、それが満足するまで続けていくような気がしています。まだ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 っていう気持ちがすごくあるので。これまでオンエアした番組アーカイブはウェブサイトでご覧いただけます。ふくふくふく。世界人はグローバルワークの提供でお送りしました。